日本鹿児島県鹿児島市城南町城南町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0835。人口は1129人、世帯数は685世帯。1963年より城南町の一部で、住居表示を実施している。1963年に住居表示実施に伴う、町域の再編が行われ、 塩屋町及び須崎町の一部より城南町として設置された。鹿児島市中部、清滝川の下流域に位置している。町域の北方には南林寺町、海を隔てて、住吉町、南方には金光町、西方には光月町、南林寺町に接しており、東方は鹿児島湾に面している。町域の中央を南北に国道225号。 鹿児島県道216号鹿児島港上南線が通っており、沿線は住宅地となっている。また、東部にある鹿児島新港は1965年に北岸、1967年に南岸が築造された。港の南岸は倉庫街になっている。北岸には鹿児島中央卸売市場がある。また、教育施設は町域の西部に、 鹿児島市立城南小学校が設置されている。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1963年9月11日に城南地区で住居表示に伴う町域の再編が実施され、塩屋町及び須崎町の一部より城南町として成立し、 同時に住居表示が実施された。1965年に埋め立て地の区域で住居表示が実施された。1999年4月2日にはこういう水面埋め立て地の区域を城南町に編入した。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立城南小学校市立小中学校に 通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。